DJ のシンドローン DJ Air 3S あと6日ほどで発売されそうです。はい、どうもサラクーです。今日は2024年10月9日水曜日になります。今日の話題なんですけども、DJI から新しく出るということで、まあ、DJI3S が間もなく出てくるというところになるんですけども、まあ、今回あと6日ほどでですね、出てきそうというところで、いろいろとですね、またリーク写真とかも出てきました。今回ですね、そちらの話をしていきたいと思います。その前に私のチャンネルを PR をさせていただきます。はい、今私のチャンネルはドローンチャンネルとは別に、スラクーのチタビチャンネルという旅チャンネルを起こしております。こちらのチャンネルは私サラクールが楽しく喋りながら旅をしているようなチャンネルになっておりまして、今チャレンジしているのが徒歩で千葉県一周というところをチャレンジしております。いよいよ松戸へということで、かなり都会に近づいてきたんですけども、間もなくフィナーレというところまでやってまいりました。あと単発でママチャリで気ままにポタリングといってですね、村橋から印旛沼までポタリングした動画とか、あとは海まで渋滞なしで破格の300円という成田空港のシャトルバス、これがですねかなりお得だったので、まあ、そちらに乗った動画とかも上げております。こちらのサラクーのチャビチャンネルの方はこの動画の概要欄のトップのところにこのリンク先貼っておきますので、まずはそちらから遊びに来ていただいて、もしよろしければチャンネル登録の方ぜひともよろしくお願いします。以上 PR でした。はい、ということですね、ドローンの話題に戻りたいと思います。DJI の新ドローン、間もなくエアシリーズですけども、Air 3S というものが間もなく出てくるというところになっております。あと6日ほどですね、出てくるというところになるかなと思っております。まあ、リーク写真とかも出てきましたし、あとですね、発売日の方のリークというものも、まあ、これですね、ちょっとティザーだと思われるんですけども、そちらの方がですね、まあ、出てきましたので、皆さんと情報シェアの方していきたいと思います。こちらの方は、まあ、X の方でポストされてきた内容ですね。そちらを見ながらですね、皆さんと情報シェアの方していきたいと思うんですけども、あと加えて、どうやら、まあ、アメリカのですね、スカイリオと同じような、まあ、自動操縦のところですね、どうやらビーコンがですね、使えそうというところもですね、わかりましたので、そちらもですね、合わせて見ていきたいと思います。ではまずですね、X の方で、クアドロニュースが出してきた情報について見ていきたいと思います。はい、こちらですね、クアドロニュースという方がですね、ポストしてきた内容になっております。ということで、一つ目は、これですね、開封のですね、動画が上がってまいりました。こんな感じですね。実際これはフライマーコンボの開封動画になっております。まあ、こういうふうにですね、どんどん開封をしていってるというような感じで、今出てきましたけども、DJI Air 3S がですね、こういうふうになっているというような感じですね。まあ、本当にこれを見ると DJI Mavic 3を思わせるような感じなものになっているかなと思っております。はい、こんな風な開封動画が出てきました。で、続いてはこちらの方はリーク写真です。 DJI Air 3S という風なロゴが書いたものになってます。ちょっと拡大しますけども、こんな感じになっております。実際飛んだ映像になってますけども、まあ、これは製品のですね、紹介写真だと思われます。そちらの方のリーク写真というもので、こちらの方は出てまいりました。どんどん行きたいと思います。さらにですね、3つほどありますけども、1つはこれはですね、充電ハブとか、あとは DJI RC2、このディスプレイ付きのリモートコントローラーが付いたものですね。こちらの方の写真ですね。あと本体があるというような写真になっております。まあ、こちらに関しましても、製品の紹介というところで出てきたリーク写真だと思われます。で、二つ目がこちらの写真になっております。これはですね、アームを折りたたんだ形で写っている写真というところになっております。まあ、二眼が特徴ですね。メインカメラと望遠カメラがついた二眼が特徴のですね、ものになっています。まあ、パッと見は DJI Air 3と変わらないんですけども、やはりポイントはここですね。ビジョンセンサーの間にあるライダーセンサー A になります。ビジョンセンサーと合わせてこちらのライダーセンサーがついていることによって、より繊細な飛行もですね、可能になるのかなと思っております。で、3枚目はこちらになります。まあ、こちらはどうやらなんか、こういう風にですね、ND フィルターか、まあ、それかちょっとわからないんですけども、まあ、そちらの方ですね、何かフィルターのアクセサリーがあるような写真がこちらの方にはついております。
まあ、実際ですね、こちらの方は、出てきてからより詳しいことがわかるんじゃないかなと思っております。はい、さらに続きます。こちらですね、飛んでる写真ということで、後ろから見た写真になっております。まあ、パッと見は DJI Air 3と変わらないんですけども、まあ、今回ですね、いろいろと改良点があったということで、まあ、こちらの方はですね、こういう風なですね、リーク写真になっております。で、DJI RC2 というですね、ディスプレイ付きのリモートコントローラーでこちらの方を操作しているリーク写真も出てきております。はい、あと最後こちらがですね、どうやらティザーになりそうです。ということで、こんな感じのやつで出てきております。ちょっと止めたいと思うんですけども、ここのところにはっきりと書いてあるんですが、2024年の10月15日ということで、まあ、こちらですね、午後9時と書いてあるんですが、こちらの方は北京時間になります。実際日本時間では午後10時というところになっております。なのであと6日後にこちらの方出てきそうということで、まあ、火曜日なのかな、確か火曜日だと思うんですけども、まあ、こちらの方ですね、出てくるというところになります。さらにですね、もうすでになんかフライングで、こちらのですね、DJI Air 3S フライマーコンボがですね、ちょっと出回っちゃってるという。まあ、これはちょっとルール違反なんですけど、まあ、こういうふうなものも出てきてしまっているということらしいです。はい、ということで、まずは、クアドロニュースが出してきたパスト内容の方を見てみました。あと、ビーコンの方の情報も出てきてますので、こちらの方はですね、ジャスパー・エレンズという方がですね、リークしてきております。はい、こちらになります。で、これ、こちらの方はですね、独占リークという形で出てきております。Air 3S に従来のリモコンが必要なくなったらどうなるでしょうか。追跡ビーコンを使用してドローンを制御し、追尾させることができたらどうでしょうかということで、これはですね、製品名としては DJI RC トラックという風に言われているみたいです。今のところですね、これだけしか出てきてないんですけども、どうやらですね、追跡ビーコンという形で、まあ、こちらの方使えるみたいです。まあ、ライダーセンサーとかも乗ってきましたので、いよいよ、まあ、アメリカのスカイリオットとかは、まあ、追跡のできるようなですね、まあ、ビーコンとか、あとですね、ライダーとか確か乗ってたと思うんですけども、これがいよいよですね、コンシューマー機でも乗ってくるというようなところですね、ちょっと楽しみになってくるかなと思っています。DJ のコンシューマー機としては初めてというところになってきております。はい、ということで、まあ、こちらの方ですね、ジャスパーエレンズの方が、まあ、追跡のビーコン、まあ、こちらを使用してですね、ドローンを制御できると、いうようなものをですね、出てくるということで、DJI RC トラックというものもですね、まあ、こちらになるんですけども、出てくるということもですね、合わせてリークされてきました。以上となります。はい、いかがだったでしょうか。先日は DJI Air 3S のスペックというものが出てきて明らかになったんですけども、さらに今回は開封動画とかもリークされてきてしまいました。あと加えてですね、ビーコンも発売されるみたいです。ということで、まあ、こちらの方もですね、まあ、自動追尾とかもできるようになるかなと思いますので、ちょっと楽しみな部分になってるかなと思っております。ということで、まあ、DJI Air 3と似たようなものにはなってるんですけども、まあ、センサーサイズですね、メインカメラのセンサーサイズも1インチ CMOS センサーに大きくなりましたし、あと、まあ、前面の方にですね、ライダーセンサー乗ってきます。で、さらにですね、ビーコンの方も発売されるということで、DJI Air 3からかなり進化した形で今回出てきそうというところになっています。で、価格の方は、これはですね、かなり以前の動画にはなってしまいますけども、まあ、どうやら DJI Air 3の価格据え置きで出てくるんじゃないかなというところがですね、今のところ有力情報ということになっております。まあ、いずれにしても、あともうちょっとということで、まあ、10月15日の火曜日、日本時間の午後10時に、まあ、こちらの方、まあ、出てくると思いますので、本当ですね、まあ、カウントダウンというところになってきております。はい、とですね、今日の話題は以上となります。このチャンネルはこのような話題とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとか行ってたりします。随時最新情報もアップデートしてまいりますので、ベルマーク、通知ボタンの方、オンにしていただくとありがたいです。チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。楽しくドローンを飛ばしましょう。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。